ドナルド・ジョージ・フレデリック・ウィービル・マッキンタイヤは、イギリスの海軍軍人。最終階級は大佐。マッキンタイヤは、第二次世界大戦中の大西洋の戦いにおける、船団護衛を指揮し、二人のエース艦長を含む、多数の U ボートを撃沈して、対潜戦で結出した戦果を残したことで知られる。また戦後は、海事士科としても活躍した。マッキンタイヤは1904年1月26日に、イギリス領インド帝国のウッタラーカンド州、デヘラードゥンで生まれた。1926年に、マッキンタイヤはイギリス海軍に入隊した。最初は地中海艦隊の駆逐艦に配属されたが、その後は艦隊航空隊に移り、航空機のパイロットとして訓練を受けた。マッキンタイヤは7年間を艦隊航空隊で過ごし、最初は空母フューリアス、次いで中国艦隊の空母ハーミーズで、さらに本国艦隊の空母カレージャスで勤務した。だが1935年に遭遇した事故の結果、マッキンタイヤは空中勤務から水上艦艇での勤務に戻ることになった。空から海に戻ったマッキンタイヤは、スループキングフィッシャーの指揮を取り、ポートランド島の対潜学校ポートランド海軍基地に配属された。1937年、マッキンタイヤは駆逐艦ディフェンダー勤務となり、初めて駆逐艦の指揮を取ることになった。ディフェンダーは極東に派遣され、1938年のアモイ危機で活動した。1939年にマッキンタイヤはイギリス本国に戻り、駆逐艦ベノマス艦長として海峡戦隊に加わり、第二次世界大戦開戦を迎えた。1939年の第二次世界大戦開戦からほどなく、マッキンタイヤとベノマスは英仏海峡でT ハルゼ大佐の旗艦マルコム以下駆逐艦船隊と共にイギリスからフランスへ向かう兵員輸送船を護衛した。1940年1月、マッキンタイヤは新たに就役する駆逐艦ハーティの指揮を取ることになったが、ハーティは H9 駆逐艦の共同艦ハーディとの混同を避けるためにヘスペルスと改名された。ハーティ改めヘスペルスは、本来ブラジル海軍向けに建造されていた H9 駆逐艦であったため、オリジナルと異なり照準装置の記載が馴染みのないものであったり方位板を書いていたりと様々な差異があった。マッキンタイヤのヘスペルスでの最初の任務はバーネル・ヌジェント中佐のハバントと共にフェロー諸島占領を支援することであった。1940年4月にヘスペルスはノルウェーの戦いに参加し、ナルビクとモーデ活動する。モーデの活動中に、ヘスペルスは空襲で2発の資金弾を受けたため、ダンディーで入居修理を行った。マッキンタイヤとヘスペルスは、駆逐艦ハリケーンと共に、大西洋での活動に移された。そこで2隻は、同年冬の大部分を悪天候と戦いながら過ごし、それはマッキンタイヤが1941年3月に、ヘスペルスの指揮を、英帝と中佐に引き継いで、駆逐艦ウォーカーの添えに就任するまで続いた。ウォーカーは、北、大西洋で活動する、第5護衛グループの旗艦となり、マッキンタイヤもグループの専任士官になった。マッキンタイヤの添えとしての最初の戦闘は、HX112 船団の主要な戦闘で5隻を沈められたのと引き換えに2隻の U ボート、すなわちヨアヒム・シェプケの U-100 と、オットー・クレッチマーの U-99 を沈めたことだった。マッキンタイヤのウォーカーが U-99 を沈めて、クレッチマーら多くの乗員が救助されていた間に U-100 は駆逐艦バノックによって破壊された。クレッチマーは生き残った部下たちがウォーカーに救助される中で、双眼鏡でその始終を完全に見届けた。マッキンタイヤはその双眼鏡を解放し、戦争の残りの期間ずっと使用し続けた。同月初めには、ギュンター・プリーンと彼の上官、U-47 も失われており、U ボートのエース艦長3人の喪失は、この頃の U ボートの優位が終わったことを象徴するものであった。1941年の残りの期間、船団護衛部隊が優位に立ったと思われた。ドイツ空軍の脅威を避けて、ウォーカーは、比較的安全と考えられた北アイルランドのロンドンデリーへ移動させることが決まった。ホイル川を通り港へ向かう最初の航海でマッキンタイヤはその短い航海のため乗艦した水先案内人が従来の航海術を用いずにマザー・マーフィーの白牛やパディ・モナガンの牛車を操作するのを好んでいることに気づきぞっとした。マッキンタイヤと第5護衛グループは1941年冬まで北大西洋とジブラルタル間の船団護衛任務に従事し、両者ともに疲弊した後に第5護衛グループは解散となった。レーダー搭載を含む改装の後にウォーカーは主力艦艇の護衛任務に就くためアイスランドのクバルフィヨルズルで本国艦隊に配属された。この間、1941年11月11日に、マッキンタイヤは、ロンドンのサウスケンジントンにあるブロンプトン礼拝堂で、モニカ・ストリックランドと結婚式を挙げた。1942年2月、マッキンタイヤは、イギリスの連絡士官として、ニューファンドランド島プラセンチアの近くにある、アメリカ海軍基地、アルゼンチアで勤務した。到着して間もなく、彼は、プラセンチアが、大西洋会談でチャーチルとルーズベルトが初めて会した場所に位置していることに気づいた。マッキンタイヤはそこでの勤務で基地の作りにアメリカ人のなせばなる精神と遭遇することになった。ある夜、シラフな食堂での夕食から宿舎へ戻る途中、宿舎から食堂までの道があまりの粗末さに消えていることに気づき驚いた。アイスランドで過ごした期間、駆逐艦母艦プライリーが停泊していた木造の桟橋から発生した火災により大きな損傷を負った。マッキンタイヤにとって一番気がかりだったのはプライリーの側で停泊していたイギリス海軍のコルベット2隻と甲板上に装備されていた爆雷のことであった。幸いなことに火災は消し止められてプライリーも取り除かれた。6月にマッキンタイヤは駆逐艦任務へ戻り、再び、ヘスペルスと再編成された中部海洋護衛部隊隷下の B2 護衛グループの指揮を取ることになった。1942年の残りの期間、B2 護衛グループは北大西洋で船団護衛任務に従事した。1942年10月、ONS-138 船団の護衛中に2隻の U ボートへ攻撃を行ったが、不成功に終わった。この2隻は少なくとも4隻からなるウルフパックの一部を成していた。最初は U-622 爆雷攻撃を行ったが効果はなかった。もう1隻の U-301 は護衛グループの攻撃を逃れ深くに先行した。護衛艦艇は2日間にわたって U ボートを非効率な状況に置き続け、船団の離脱を助けた。マッキンタイヤは、急激な規模の拡大に由来するカナダ海軍の経験、訓練の不足に対して、たびたび不満を感じていた。まだウォーカーの艦長だった時に起きた出来事では、同行しているカナダ海軍艦の発光信号機のバッテリーが切れてしまい、しかも予備を持っていなかったために更新不能に陥ったことがあった。また、あるカナダ海軍の艦がマッキンタイヤに会うためアルゼンチアへ来た時に、本艦は出港したいという信号機を翻して入港してきたこともあった。もっと深刻なことでは、錆びた爆雷がカナダ海軍艦の上部構造物に満たされ、装備されていたことだった。1942年の秋、アイスランド周辺での強風は続いており、1名の乗員が艦上から流されてしまった。艦載艇を下ろすには、海況が悪すぎたが、一人の士官が艦外へ身を踊らせると、その水平を原則の途中まで登らせた。だが彼はそこで力尽き、水平の手は握る彼の手から滑り落ちた。そしてその水平の姿は二度と見えることはなかった。護衛グループが未だ海上にいる間に送信された公式な通信文の嵐の中で、マッキンタイヤはガイ・フォークスデイに彼が父親になったという指針を受け取った。マッキンタイヤは副長を短い塔で撃った。12月後半の次なる本国行き船団では、マッキンタイヤはヘスペルスの艦首部分に大量のクリスマス用の7面鳥を積むことを許可したが、彼はこの決定を後悔することになった。12月26日、ヘスペルスト駆逐艦ヴァネッサは HX219 船団を護衛中に U-357 を迎撃した。この交戦は1日中続き、両艦は爆雷攻撃を繰り返したが成果はなかった。一度、マッキンタイアはヘスペルスのほんの50ヤード先に潜望鏡を発見した。それでも反応は消えたが、それからまた見つかった。日が沈み始めた頃に、ヘスペルスはヴァネッサから U ボートが浮上したのを確認して、体当たりを試みる旨の通信を受け取った。だが、双方の激しい軌道が数回あった後に、ヴァネッサは U ボートの艦首をかすめただけに終わった。ヘスペルスも加勢し、2隻の駆逐艦と U-357 双方が相手を出し抜こうと、知略を尽くして行動した。ヘスペルスは、ドイツの艦長が、イギリスの駆逐艦の艦首を横切るという、致命的失敗を犯すことを期待して、U ボートの司令塔に向けて2機の信号探照灯を試行し続けた。ヘスペルスは U ボートに体当たりを行い、艦隊をほぼ真っ二つに切り裂いた。それから、わずかに逃れ得た、一握りの生存者を広がる重油のプールから引き上げたのであった。しかし、撃沈祝いは、ヘスペルスの艦首が大きく損傷し、艦首に積まれていた特別な荷物も水浸しになったことで貧相なものになった。リバプールでの入居修理には3ヶ月を要した。ヘスペルスは1943年4月に新兵器ヘッジホッグ対戦迫撃砲と新たな士官たちを乗せて海に帰ってきた。訓練期間が必要だったものの、ほとんど与えられないまま任務に駆り出されることになった。北へ向かう ONS4 船団が護衛を必要としており、今やその任務がヘスペルスと駆逐艦、ホワイトホール、そして5隻のコルベットに課せられていたからである。4月23日、ヘスペルスは10マイル以下の距離で浮上している U ボートを探知した。ヘスペルスは急速潜航した U ボートに接近し、マッキンタイアはヘッジホッグ攻撃を行うことに決めた。だが、射撃命令に続いたのは、弾頭の安全ピンを外さないままヘッジホッグを発射してしまったことによる、恥辱的な静けさであった。すぐに失敗に気づき、代わって、通常のものより重いものを含む1回の爆雷攻撃を行った。それからアズリック越しに聞き慣れない音が聞こえ、再度ヘッジホッグによる攻撃が試みられた。今度は成功し、その U ボート U-191 は全乗員と共に沈んでいった。1943年4月29日、ニューファンドランドへ向かう輸送船団は、ヘスペルスが装備するレーダーと探照灯の助けを借りて、氷山の脅威を乗り切らねばならなかった。奇跡的に、どの艦船も損傷なしに乗り切ることができた。ヘスペルスは拠点として、アルゼンチアとリバプールの2港を指定されていた。また、ジジセントジョーンズも利用された。ひとたび、港へ安全にたどり着き止まっていれば、熱い風呂と寝台での睡眠を得る機会があることを、マッキンタイヤは常に理解していた。アルゼンチアの基地に勤務していた将兵はすべて男性であり、アメリカ海軍の士官たちは彼らのドライな艦艇と違い飲酒を認めているイギリス海軍の艦艇を訪問したがった。彼らはたびたびヘスペルスの士官たちが歌うズンバ座を楽しんだ。リバプールにいたある時には免税の陣を目当てに訪れていた予備役の民間人たちが航海士官から次の船団に彼らの同行を手配したとかなり真剣に告げられた。この申し出が取り上げられることはなかった。普段、船団に混ざってヘスペルスがリバプールにいる間には、マッキンタイヤは妻と子供の下へ逃れることができた。B2 護衛グループは1943年5月3日に低速の SC129 船団と共にアルゼンチアを出発した。6日後、船団のうち2隻が夜明けに U-402 によって雷撃され、マッキンタイヤが参加した船団で初めての犠牲となった。マッキンタイヤが非常に落胆したのは最もなことではあったが、報復はヘスペルスが夜に U-223 を損傷させてサンナゼールへ追い返すまで待たねばならなかった。マッキンタイアが U-223 を撃沈したと考えて逃がした後、船団へ戻る途中でアズディックが新たな U-ボート U-186 からの反応を探知した。数度の爆雷攻撃の後、水中爆発による衝撃を感じ、重油や破片が海面に浮かんでくるのを確認した。数度の死人、レーダーやアズディックの反応があったものの、B2 護衛グループが SC-129 船団を護衛していた間にこれ以上の U-ボート撃沈は確認されなかった。ヘスペルスに乗るマッキンタイアは、ヘスペルスの爆雷残量の不足と、両艦ホワイトホールの燃料不足というジレンマに直面していた。また、グループのコルベットたちは浮上する U-ボートを捕捉することができなかった。だが幸いにも5月16日までに船団は危険な海域を脱することができた。1944年4月、マッキンタイアはヘスペルスを離れ、アメリカ製のキャプテン級フリゲートビッカートンの艦長になることが決まる。マッキンタイアはまたベリファストで編成されている第5護衛グループへの参加が予定された。訓練期間の後、グループは4月21日から ONBS-233 船団の護衛を支援して作戦行動を開始した。グループは有効に運用されていなかったために再配置が行われ、1隻の U-ボートに対する成果のない対戦相当の後で26日に護衛空母、ビンデックスと第9護衛グループに加わった。5月5日の早朝、長々とした早討に続いて、グループの半分は気象観測任務の U-ボートが潜んでいることが知られていた海域へと送られた。短波方向探知機とビンデックスの艦上機からの情報を頼りに捜索範囲は絞られていった。目標を発見したとき、マッキンタイアはジョニー・ウォーカー大佐が考案したクリーピング攻撃を用いることにした。この戦術は2隻1組になり、一方の艦艇が、担当が実際の攻撃を行い、もう一方はアズディックでの探知のような管制面を担当するものであった。爆雷による爆発の連続によって、ひどく損傷した U-ボート U-765 が海面に現れた。ビッカートンは、情けの一撃を与えようとしたが、その前にビンデックスから飛来したフェアリーソードフィッシュ雷撃機が投下した2発の爆雷が不運なドイツ艦を叩きのめした。わずかな生存者が救助され、捕虜となった。捕虜への尋問によって、U-765 は任務を他の艦と交代していたことが判明したため、再び攻撃を行うことになったがこちらは不成功に終わった。1944年6月6日のノルマンディー上陸作戦の前後、マッキンタイアとビッカートン、そして第5護衛グループは、フランス侵攻へのイギリス海軍の助力の一部として、ウェスタンアプローチの比較的浅い海域を紹介した。6月15日、グループはシュノーケルを使用している U-ボートを見つけ捜索していた。マッキンタイアがよく知るフリゲートモーンが、音響追尾魚雷の犠牲になっていたのである。数時間捜索を行ったが、U-ボートの痕跡は発見できなかった。狩りの対象は、英仏海峡の海底に眠るスータの残骸の中をうまく逃れていったのだった。6月25日の夜、別の残骸であることが分かった反応を調べた後で、ビッカートンは新たなエコーを捉えた。ビッカートンは急いで、グループの両艦に追いつくために急いだ。後に、この反応の正体は U-269 だと判明した。その時マッキンタイアは、環境下にある自身の居室で寝ており、はじめに目標が本物であるということを自らに納得させることにした。プロッティングテーブルを見て、目標がある程度の距離を移動したことが明らかになった時に、すべての疑問は脇へ追いやられた。ビッカートンは攻撃態勢に移行し、爆雷攻撃を行った。U-269 は浮上を余儀なくされ、すぐにビッカートンの手法で迎撃された。攻撃を受けた乗員は艦を放棄し、U-269 は沈んでいった。これらはわずか10分以内に起こったことであった。ビッカードンは1944年7月に再度、本国艦隊に加わるため北のスカパフローへ送られた。8月18日に、北極海南方で、従巡洋艦ケントと護衛空母、ネーボブとトランペッターの護衛に参加した。航行中に突如として、ネーボブが雷撃を受けたため、マッキンタイアは、直ちに全護衛艦艇に対し音響追尾魚雷を、欺瞞するためのデコイである CAT ノイズメーカーの投下を命じた。だがその時、ビッカートンもまた雷撃を受けてしまい、5甲板を含むビッカートンの艦尾のほとんどが失われてしまった。ネーボブを救援する重要性やドイツ軍占領下のノルウェー沿岸に近いことを鑑みて、マッキンタイヤはビッカートンを駆逐艦の魚雷で処分することを決めた。マッキンタイヤは旗艦をエールマーに移した。マッキンタイヤは海上勤務から離れることになった。後から感じたこととはいえ、彼はその準備ができたのだと認めざるを得なかった。Uボートが沿岸部で単独行動を取るように戦術を転換したことで、対潜戦の基本戦術も変化しつつあった。新たな戦術が求められ、新たな人材に任せるのが最善であった。マッキンタイヤは、自らが行くべき時であると感じて、航空勤務に戻り、海軍航空基地の司令官として戦争を終えたのであった。マッキンタイヤは戦後に海軍を退役し、歴史家、作家として成功する。彼は1956年に自伝 U ボートキラーを出版し、以降も海軍史における様々な事象をテーマにした15冊の本を著した。マッキンタイヤは1981年5月23日に、ケント州アシュフォードにおいて77歳で死去した。マッキンタイヤは U ボートキラーとして非常な成功を残し、そのあだ名はそのまま自身の自伝のタイトルに用いられている。第二次世界大戦中にマッキンタイヤの指揮下の艦艇は合計6隻の U ボートを撃沈し、最高の対潜戦指揮官の一人となった。マッキンタイヤはまた船団護衛指揮官としても優秀であり、彼の言葉を借りるならば、真剣に運命を決する指示を出し、正確な船団の到着は主要な目標であった。B2 護衛グループを指揮した2年以上の期間に、マッキンタイヤが護衛した船団は28回、合計1100隻に上る。そしてそのうち損失はわずか2隻であった。単純に計算して、護衛成功率 99.8% という誇るべき記録であるが、マッキンタイヤ自身は SC129 船団で2隻を失ったことに対して憤怒にあったと記している。マッキンタイヤは第二次世界大戦における戦功で、箏鋼勲章3回と箏鋼十字勲章、白洋艦刀章1個を受章し、さらにアメリカからレジオン・オブ・メリットも贈られている。ありがとうございます。